はい、こんにちは、山陽と申します。さあ、今日は今どこにおるかというとですね、まあ、これでは分かりにくいかもしれませんけど、これはね、三重県のね、亀山市のね、ちょうどね、そこの奥にね、見えるのがね、これね、亀山のインターのところですね、亀山のインターの前のファミリーマート、まあ、その名も、ファミリーマート、亀山インター店のね、前におるわけですけど、今日は何をしようかというとですね、なんと、何も考えてないんですね。ということでね、今日はね、ふらりとお出かけ。いや、本当はね、今日は家でね、思ってね、今日何日かって言ったら6月の26日でしてね、何があるかというとですね、これはね、観光業界ではですね、なんと、梅雨イベントっていうね、梅雨イベって今呼んでますけどね、が、今日から、今日というか、本当はね、昨日のところからのはずなんですけど、まあ、メンテナンスが結局、やっぱ12時てっぺん越したんで、今日から始まってると、いうことなんですけどね。ということで、本来イベント初日だからね、ガンガンおめえ、ね、カンコレやらずにお前出かけとってええんかって言ったらね、まああんま良くないんですけど、ちょっと今回はとりあえずね、ちょっと、ある程度情報がね、落ち着くまではね、どうしようかな。ちょっとね、資材がね、ちょっとやばいとかっていうのがありますもんでね。というのもあって、まあ本当はね、で、今日はね、雨予報だったんですよ。それでね、やめとこかな、出かけるのやめとこかなとかって思ってたんですけどね、思いのほか天気を持ってね、あれ思ったより天気いいな。で、いうことでね、それほど暑くもないし、まあ、じゃあこれお出かけ日和やからね、せっかくからちょっと出かけようかということですね。で、いうことで、まあ仕事終わって、そのまんま、仕事終わってからね、そのまんま来てし、しまって、どうしようかなと思いながら、とりあえず亀山まで走ってきたということです。さあ、本当にね、どっちに行こうかな。ちょうどね、ここでね、一つね、なんか決めていこうと思います。こう、ね、やっていこうと思うんですけど、なんかね、決めるのにいい方法ないかなと思ってね、ちょっとね、考えながらね、とりあえず飲み物かね、買いにね、ファミリーマートにね、寄ろうってわけですね。さてね、雑作戦会議になりました。じゃあ、どうしようかなと思ったんですけど、いいこと思いつきましたよね。ね、今、適当な僕どうしよう、西の方に行こうかなと思ったんですけどね、天気とかね、確認してみたらね、どうも西の方から先に悪くなると。いうことで、じゃあ東どうしようかなと思ったらですね、そういえばね、いいこと思いついたんですよ。実はうちのチャンネルのね、新しいね、登録していただいた方がいまして、おかげさまで50名に乗ったんですよ。で、そのね、登録してくれたのが、まあ、友達なんですけど、ね、なんとね、近いうちにね、ちょっと静岡にね、仕事の都合でね、転勤になれて、ね、静岡で進むということになったらしいんですよ。ってことで静岡のこと何もわからんって言ってたんですよね。これは我々の出番じゃないですか。で、うちのね、大事な視聴者様が静岡に行くと、行かれるということなので、これはやはりね、うちのチャンネルを上げてね、静岡の徹底調査を行おうと、いうことですね。ということでね、静岡に行ってみようと思います。まあ、当面、新東名何で行くかはわかりませんけど、とりあえずここから高速乗ってね、静岡にね、向かいたいと思います。そうすると東名阪に乗ったらいいのかな。さあ、ね。まあ、ここまで話しとって思いましたよ。だったら四日市から直接向かえばよかったとはね、思ってますけど、まあ、せっかくですから、じゃあ行きましょう。ということでね、出発進行していきたいと思います。よいしょ。はいよ。ということで、とりあえずね、岡崎サービスエリアってとこまで来ましたけど、新東名の方で来てるみたいです。どうも、差し取ったらそのっちの方に取ったみたいで。面白いのがね、さっきね、ちょっとここで、そう、ガソリン入れてたんやけどね、失敗しましたね。四日市の方で入れるときはよかったね。やっぱしね、こっちの方に来るとちょっと値段が上がるんですよね。忘れてました。まあ、高速道路やで、ちょっとまだ兼ね合いが違うかもしれませんけど、今の時期はね、やっぱしね、四日市で入れた方が安いんですよ。ね、しまったしまった。20円くらい違うかな。結構大きいですよね。ということでね、これはね、失敗したところなんですけど、これ面白いのがね、ガソリンスタンドが手前にあるんですね。これで最初に入れないといけないんですね。後からは入れないっていうことなんで、もうちょっと先に入れときましたけどね。これ、こっち側とこっち側で、こう、上下線でね、一緒の、こう、スタンドを使っとるみたいで。ですんで、これ、上り線の方なんですけど、僕はこう、今ね、車入ってきました。あそこで掘り、グーッとギューして。で、下り線は下り線で、これで下り線は最後になるようになったのかな。こっちからずーっと行って、出口の手前のところにあって、こっちに寄れますよってことなんで、結構上りと下りで結構いろいろと違うけど、要は同じ位置に作ってね、まとめてやるっていうことで、どうも効率化を図ってるみたいですね。まあなるほど、こういう工夫がいろいろあるんだ。最近のね、インターだいぶ上下ね、一緒のところに作るっていうのが増えてますけど、そうすると一つのところにでかいので集約ができますからねっていうことなんですけどね。いや、しかし、大きい、新しいですね。トイレもね、綺麗です。今のトイレってあれなんですね。更衣室があるんですね。びっくりです。で、これで、ね、こっちの方入ったところに上下一緒の、レストランとかがあるみたいですけど、まあ、飯はね、軽くでいいかな。
静岡でねいっぱい食べたいですからね、まあ、じゃあ、いや、岡崎もね、まあ、名物いっぱいありますけど、岡崎といえば、まあ、味噌ですよね。八丁味噌が有名ですけどね。まあ、あとは何があったっけな。岡崎ね、なんやかんやって一時期仕事でよく来てたんですけどね、岡崎のイメージはね、とにかく豚骨ラーメン屋さんのうまい店が多いと。むやみやたらに豚骨ラーメン屋さんがあって、そしてどこの店に入っても豚骨ラーメンがうまいっていうのがね、私の岡崎のイメージなんですけどね。どうなんでしょう。麺屋橋とかね、よく行ってましたね。よいしょ。トイレもね、綺麗ですよね。よいしょ。大して重要なことでもないんですけど、こんなところにガス高速道路のガスステーションの一覧なんてあるんですね。でこうやって見てみると本当にもうエネオスとシェルと出光だけになったんですね。で出光とシェルがねくっつきましたから事実上のもう二社体制なんですね。ソラトはどこにあるんだ。あ、そっか、淡路がそういえばソラトでしたね。ね、こうしてみるとね、っていう。あとなんか岡崎はなんかいろいろ通してるんですね。ちょっと私もあんま詳しくなくてあれなんですけど、まあ、岡崎といえば三河のね二大拠点の一人ですよね。豊橋と岡崎がどっちかちょっとね二つの面でこんななんかやつもやってるんですね。で中も綺麗ですね。ちょっとお客さん多いからあんまり映せないけどいろいろ店もあるな。カスタードソフトなんか美味しそうやな。それにしようかな。はい、ということで買ってきましたよ。なんかカスタードソフト、名古屋コーチンとかっていうカスタードソフトらしいですよ。ね、美味しそう。これは美味しそうじゃないですか。車で食べようかな。外で食べようかな。まだこの時間だったらね。よいしょ。さあ、ってことでね、買ってきましたけど、ね、カメラの角度が悪いな。早速食べてますけど、いやこれ美味しいですね。バニラソフトの濃厚なやつってありますけど、いや卵が濃厚ですんで、本当に、シュークリームのカスタードをね、それも、ちょっと洋菓子屋さんに売っとるようなね、ちゃんとしたシュークリームのカスタードを、ソフトクリームした感じでね、これはね、美味しいですね。税別320円で340円くらいだったかな。美味しい。これ不思議なもんであれですね、新しいカメラだとちょっと角度が上すぎて映らなくなっちゃうんですね。これあれですね、なんかちょっと調節するもん買わなあかんな。これ古いカメラだと、ああでもダメか。なんかね、新しいカメラにスーッと滑っちゃうんですよね。もしかしたらカバーがあれかな。同じようなカバーなんですけど、ちょっとやっぱし材質が滑りやすいのかな。今9時42分。まあどうかな、お昼までには入れるかな。これいいですね。コーンが、あ、さすが日清のコーンだけど、ワッフルコーンで分厚いんでしっかりしてるので、そこがね、ちゃんと染みてこないんですよね。では行ってみようと思いますよ。これは、しかし、出すのが大変やな。もう、それなりに柴犬の、柴犬のワンちゃんが、これ音入ってるのかな。さあ、ということで新東名からこれで静岡市にはもう入ってます。まあ亀山から3時間半、ね、まあ四日市からやったら3時間で来れるんですね、片道。まあ今日は道はそんなに混んでなかった、渋滞はねしてなかったですし、新東名で来ましたけど、まあ途中50キロ制限があったんでね、ちょっと、スピードダウンはしてましたけど、来やすかったんじゃないかなと思います。さあセブンイレブンもありますし、何があるのかな。静岡ちょうど11時ですからね、もし美味しそうなところあったらね、さっと入りたいところですよね。12時だとね、多分混んできますからね、お昼は。何があるのかな。そしてこれは静岡市でもどの辺りなのかがよく分かってないですからね、私も。何せ今日は静岡の調査ですからね。さあ、バス停はなんか白いですね、白いバス停と、三重県は緑色ですからね、基本。三重交通だね。ここら辺は 何バス？静岡交通？あれ、静鉄がバスやってましたっけ？何かな？
ウェルシアありますね。はいはいはい。仏壇屋さん、モダン仏壇ね。えらいモダンな作りですね。めっちゃモダンやな。すいません、ちょっと予想以上にモダンでしたね。あれは仏壇屋って書いてなけりゃ、とても仏壇屋とは気づかんな。さあ、すき家が出てきましたね。まあ、ここまで来てね、すき家ってのもね、何あれは何屋さん、マグロ屋、マグロ屋。お弁当、鮮魚惣菜弁当、マグロ屋。ほう、ほう、なんか地元っぽいの出ましたね。スーパードラッグストア、これは何でよ。京林堂、あ、これ今日あれですね、この画面だといい感じで入りますね。そう、これ京林堂って、へえ。きっとこっちのは有名なんでしょうね。このになんかニコちゃんマークって感じのマークになってますけどね、黄色いし、スマイルな感じのね。へえ、すごいですね。ドラッグストアの中にアイフルが入ってるんですね。あ、これワイドレンズいいですね。ちょうど車載映像撮るのにいいな、これ。前回はね、ワイド映像じゃなかったんですよね。はい、カメラ戻しましたよ。なんかあっちのカメラだとセンサー異常が出るみたいですね。さて、やっぱしダメですね。前のカメラを向けるとどっちにしても結局やっぱしなんか温度が上がってダメって出ますけど、おや、カラオケバンバンの案内が出ましたね。こんなところに作ったカラセテン。へえ、まあ私もね、やめてからしばらく経ちますからね。私がおった頃は三島松本しかありませんでしたけどね。あ、そっから作ったんでしょうね。へえ。さてと買ってきましたけど、いや、やっぱ静岡に来るといろいろと違いますね。いろいろと違いますね。まあ、ウェルシア寄ってきたんですけどね。これなんていうんやろね。靴ヶ谷かな。いや、よく靴掛けとかって言って、書く字ですね。水に引いて書くね。字に谷、ちょっとまた後で調べておこうかなと思いますけど。ね、結構いろいろとね、衝撃的なことがね、わかりましたけどね。まずね、入ってる ATM が次は、なんか聞いたことない ATM が入ってましたね。どこの ATM だったのかな。なんか全然何も書いてなかったんですけどね、りそな銀行が漢字になってるな。りそななんですね。へぇ、あんまり、あ、まあ、三重にりそな銀行の ATM あるのはありますけど、ね、四日市にね、もともと支店ありましたからね。うん、なあ、リスナーってもともと大阪ですもんね。うん。やけど、いや、初めて見る、なんか、独特な ATM ですね。E ネットみたいな感じなんですけど、E ネットではないみたいですね。へえ、っていう感じで。まあ、で、とりあえず買ってきたんですけど、まあ、買ってきたのはね、ちょっと洗剤をね、最近ね、ちょっと洗剤をね、たまたま、つい先日買ったんですけどね、まあ、大手のね、結構新しい新発売っていうやってるやつだったんですけどね、買ってみたらね、久しぶりにね、全く匂いが合わなくてですね、匂いがね、そんな変な匂いじゃないはずなんですけど、どうもね、買ってからね、全く匂いが、おお、これは久しぶりに全く合わんぞという、やつでですね、着とってですね、ちょっと、っていう感じだったんで、なんでね、それのね、影響なのか、また、ライオン普段ね、いつもライオンのね、ハレタとかで、ね、使っとったり、あとはあの業務用洗剤とかね、作業着用の洗剤とか使ってたりしてたんですけど、ちょうどなんか、ナノックスの新しい匂い専用っていうのが出てたんで、匂いでうんってなっとったところなんで、前はね、ハイジアよく使ってたんですけどね、うん。で、まあ、ナノックスでなんか困難が出たってなったら、部屋干しもできるみたいなんでね、私よく部屋干しするには、これは重宝するぞと、いうことでね、またライオンに戻しました。多分ね、ライオンをずっと使っとったんで、多分これで匂いは大丈夫やと思います。あとね、なんかこんなの持ってるんですよ。これはどこで持ってると思いますか？アクエリアスのね、なんかタブレットってあるんですけど、これからね、このあたり30度超えてくるんで、もう今もね、もう温度計30度超えてますからね、これはね、ちょっと、いや、一応買っといた方がいいやろうってことで、ね、買ってきましたよ。いうことで、あとはね、やっぱ静岡といえばね、静岡に来たら静岡ならではのものをまず買わないとないと思いましてね、とりあえず買っときましたよ、静岡ならではのもの。はい、じゃじゃん、ゴミ袋。いや、それはそうですよね。
ゴミ袋ってご当地ならではですからね。で、これなんで思い込んだかってどうするんやって、そのなんですよ。ね、リスナーさんがね、うちのこの、視聴者のね、チャンネル登録していただいたね、方がですね、静岡に越していくということですかね。じゃあ、越した先でね、必ず必要になるものは何かゴミ袋じゃないですか。これほど実用的なものはありません。そして今いるところではなかなか買えませんからね、ゴミ袋って本当にね、通販でもね、なかなか売ってないじゃないですか。ね、市の指定ゴミ袋は。で、これね、静岡市の指定ゴミ袋ってことなんでね。ところで本当に静岡市なんでしょうね。私、静岡市かどうか聞いてない。静岡としか聞いてないんですけど、浜松とかじゃないと思いますからね。まあ、ね、市が違ったら使えないんで、なんとも言いませんけど、一応ね、これをね、お土産にね、持っていこうと思います。ちなみにね、50枚入りでね、398円ああ、違う。50枚入りで328円なんですよ。めちゃくちゃ安いですよね、静岡。四日市って1枚単価がだいたいどうです？ 12、3円ぐらいしますよね。1枚単価12、3円が相場ですよね。この L サイズだと。M サイズだと 1枚あたり10円、あたりが相場。つまり10枚入りで100円とかで取って。で、L サイズだとだいたい130円、140円。30枚入りで、昔はね、なんとか300円切ってるところもね、あったんですけど、最近ね、また値上がりして、30枚入りでだいたい340円、350円ぐらいで売ってるのが相場かな。税抜きでね。税抜きでなんですけどね。なんとね、こっちはね、50枚入ってね、328円らしいですよ。めちゃくちゃお得じゃないですか。いいじゃないですか、静岡。すごいな。こんなにも価格違うもんなんですね。うん。これで、うちらの方やったら328円やったら30枚入りで、おお、安いやんってなるやつですよ。ね。でなんですね。ちなみにゴミ袋は家庭用ゴミ袋ってなってるんですね。燃えるゴミ、燃えないゴミとかじゃないんですね。家庭用ってなってるんですね。これも面白いですね。だからゴミの分別の多分やつも4日ずつだいぶ違うんじゃないかなと思います。まあ、あとでね、それも調べてね、ちゃんとね、事前調査をしてね、報告をね、友達にもしておこうと思います。一応この動画でも報告動画みたいな感じで、ゴミの分別はね、確認しとこうと思いますけど。うん。とりあえず飯？ああ、でももうお昼になっちゃったな。まあなんか良さそうなところから入ろうかなと思いますけど、ちょっとね、とりあえずね、一回止めてね、地図をね、確認してね、またちょっと工程考えようかなと思います。一応さすがにね、ここがどこなのかもわからん状態ですからね。さあ、よいしょ。